はい。はい、9月の19日ですね。エミューです。はい。ミューちゃんです。やっていこう。エミューの動画を撮るのも久しぶりかもね。そうですね。もう最近も特に。そう、最近ね、何もやってない。変わりなく。昨日、久々に、餌が。はいはい。腐ってるというか、ダマになってたので、いろいろ捨てましたけど。こぼれてるのはどういう感じなんだろう。自分でこぼした。多分こ、こぼしたか、うん、餌あげるときにこぼれたんじゃない。あ、で、水は相変わらず、水でもすごい減ってないよ。すごい汚れてるね。これは何でだろう。エミが飲んだか。昨日雨降ってないですもんね。降ってないです。取れない。重い。いや、取っ手が挟まって。出したんかな。よいしょ。今日はちょっとそわそわ気味だね。そうだね。なんだろう、向こうで工事してるからかな。重機の音とか、あ、姿が見えるのかもしれない。聞こえちゃったんかね。うん。はい、おはようございます。エミューちゃんたちね、雑草もまた買って。綺麗でしょ。綺麗になったよね。どう思う？ねえ、どうなんですか、エミーと雑草がいっぱい生えてるっていうのは。エミーはオーストラリアだっけ。おはよう。今日は牧場の工事の関係で、工事の車両がね、音を出したりして、ちょっとそれが耳に届いちゃったんですかね。めっちゃ世話しなく動いてますね。はい。座った、座ってくれた。座ってくれたね。何してほしいの？やばい、こっちにいると俺の影が映るから、こっちから映す。あ、ある一時期の真夏日よりは、体の羽の暖かさが普通に戻ってきた。前自転車のサドルかってぐらい暑かったんですけどね。ねえ、果たしてこの子はオスなのかメスなのか。そして後ろでせわしなく動いてるあいつはオスなのかメスなのか。ねえ、ねえ、うちの牧場でエミューの繁殖することができるのか、できないのか。まあ、とりあえずエミューのね、緑の卵が見たいね。ね。綺麗に刈り尽くされた雑草畑。どうですか？ちょっと変わった環境に慣れましたか？エミューちゃん、まだ DNA 鑑定の結果が届かないので、まだオスなのかメスなのか何とも言えないんですけれども、まあそのうち出ます、結果がね。またそれは後日別の動画にして出すんですけどね。え、見て、まるで恐竜、くちばしもダチョウと違ってギザギザがある。うまく映ってこない。うわ、わかるかな。くちばしのヘリにギザギザが、お、いいね。ちゃんと見せてくれてありがとう。動画がわかってるね、君ね。偉いぞ。なんか、顔だけ青みがかった皮膚をして、なんとも不思議な動物ですけど。はい、
ね、水ありがとう。はい。の子はきっとメスです。そう、そうですね。診断結果を楽しみに。おはよう。はあはあ言ってる。うん、ここで暑いよ。あげに行ってください。まあ、雑草買って日陰がなくなっちまったっていうのはある。いやいや、屋根下に行けばいい。確かに、うん。結構屋根下にいるんだけどね。今日は何でしょうかね。いや、工事で、もうこっから4号見えるからさ、怖いんだと思いますよ。確かに。さっきね、来たもんね、ガガガって。来たね。怖いね。ダチョウより耳がいいのかな。なんか耳も目も良さげ。いや、目はダチョウの方がきっといいだろうけど。変化に敏感。臆病。かわいそうに。なんか、鳥って、赤、なんだっけ。RGB の他にも。うん。バイオレットでしょ。紫外線が見えるんでしょ。そうそう。でもさ、課長カフェ行ってさ、うん、フクロウは白黒の世界で生きてるって言ってたじゃん。ああ、じゃあ鳥でもいろいろある。フクロウだけ違うとかなんですかね。ていうか夜行性だったらそうだよね。細胞の数的にどっちだっけ。色じゃない方、明るさをよく見分ける反対細胞だっけ。そうね。そっちが多いなら、なんか犬とか猫と同じように色はあんまり見れないと思う。なんか鳥は青が一番見やすいらしいよ。へえ。ダチョウに限ってはなんか緑に明らかに反応してるけど。なんだろう。見やすいのは。はい。ミミちゃんたちはでも中高生だからダチョウも色がよく。中高生のフクロウたちはさ、うんうん、どうなん？白黒の世界で生きてる。わかんない。それは。中高生のフクロウでも夜見えるとかそういうこと？フクロウはまだまだメンフクロウとかは奥が深い。あれじゃん、夜行性じゃ完全に、ね、大丈夫かいじちゃん。また最初に戻ったんかい。たまにこうなっちゃうね。なんならこっちの方が落ち着きがあるぞ。あるかな。腰を抜かしただけか。いやでもいつもの私たちが来て座ってくれるやつでしょ。そうだよ、そうだよね。あらあら、まあ、でも、ちょっと下で行くから。ありがとうね。ねえ、立派な卵産むんだよ。そうだね。これで卵が産みやすくなった。頑張って。はい、ということで、今日のひなの様子でした。チャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。